モリス軍は、アメリカ合衆国カンザス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は5923人であり、2000年の6104人から3.0%減少した。軍庁所在地は、カウンシルグローブ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 1914年の鉄道路線図1893年の鉄道路線図、モリス郡を通るサンタフェトレール1845年、モリス郡は皇族インディアンが昔住んでいた地に設立された。開拓者が皇族の土地に侵入するにつれて、開拓者と皇族の関係は不穏なものになっていった。1825年、ヨーロッパ系アメリカ人によって、 カウニシルグローブの町が設立され、サンタフェトレールの重要な物資供給基地になった。この町は、1845年には、ジョンシー・フレモントの遠征隊の宿営地にもなり、また1849年には、陸路郵便が供給本部を置いた。モリス軍は1855年に、ワイズ軍として組織化された。この軍名は、バージニア州知事。 ヘンリー・エイ・ワイズにちなむものだった。1859年、ワイズがハーパーズ・フェリーで奴隷制度廃止運動家のジョン・ブラウンの処刑を裁量したとき、奴隷制度廃止運動の支持者たちが元オハイオ州選出のアメリカ合衆国上院議員で奴隷制度に反対していたトマス・モリスにちなんで、軍名を変えた。1851年、メソジスト教会がモリス軍に インディアン伝道所を設立した。30人の皇族少年が1854年までそこに住み勉強をしたが、皇族はこの年、オクラホマ州に移住させられた。1877年から1879年、ベンジャミン・パップ・シングルトンは1846年に自由を求めて逃亡した奴隷だったが、エクソダスターと呼ばれる自由人のために、 モリス群で開拓地を作った。数多い家族が、レコンストラクション後の南部から中西部での機会とより、良い生活を求めて移ってきた。1887年、シカゴカンザスネブラスカ鉄道はトピカからヘリントンに、至る幹線を建設した。この幹線は、トピカ、バレンシア、ウィラード、メープルヒル、ベラ、パクシコ、マクファーランド、アルマ、ボーランド、 アルタビスタ、ドワイト、ホワイトシティ、ラティマーアーを呼び、ヘリントンを結んだ。シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は1891年に倒産し、シカゴ・ロック・アイランド・ンド・パシフィック鉄道に買収された。さらにこの会社は一世紀後の1980年に閉鎖され、オクラホマ・カンザス・テキサス鉄道に再編され、1988年には、 ミズーリパシフィック鉄道と合併し、1997年には、ユニオンパシフィック鉄道と合併した。地元の人はこの線を、ロックアイランドと呼んでいる。1887年、アッチソントピカサンタフェ鉄道が州内ネバから、ネブラスカ州スーピアリアまでの支線を建設した。この支線は、ストロングシティ、ネバ、ロックランド、ダイヤモンドスプリングス、 バーディック、ロストスプリングス、ジェイコブス、ホープ、ナバーレ、エンタープライズ、アビリーン、タルマージ、マンチェスター、ロングフォード、オークヒル、ミルトンベール、オーロラ、ハッシャー、コンコーディア、カックレー、コートランド、ウェバーを結び、ネブラスカ州のスーピアリアをつないだ。ある時点で、ネバからロストスプリングスまでの線路は撤去されたが、通行権は放棄されなかった。 この支線は当初、ストロングシティスーピアリア線と呼ばれたが、後に短縮されて、ストロングシティ線となった。1996年、アッチソントピカサンタフェ鉄道は、バーリントンのオーザン鉄道と合併し、現在の BNSF 鉄道となっている。地元の人間は現在でもこの線を、サンタフェ鉄道と呼んでいる。 ナショナルオールドトレールロードは太陽から太陽へのハイウェイとも呼ばれ、1912年に設立され、カンザス州のヘリントン、デラバン、カウンシュルグローブを通って設定された。モリス軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は702.84平方マイルであり、このうち陸地は697.38平方マイル、水域は5.46平方マイルで、水域率は0.78%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。モリス軍は11の軍区に分けられている。カウンシルグローブ氏は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。